ダビド・デュディセラは、イスラエル・キリアット・シモナ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーではダブルスで一勝している。ATP 自己最高ランキングは、シングルス29位、ダブルス122位。当地の男子選手として、世界トップ30に入った、史上4人目の選手になる。身長175センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 日本語ではュデューセラの表記も多い。セラは父親がバス運転手、母親は看護婦という家庭に生まれ、4人兄弟の末っ子として育った。彼は7歳からキリアット・シュモナにあるイスラエルテニスセンターでテニスを始め、ジュニア時代には同センターの理事長を務めていたアモス・マンスドルフを専属コーチにつけ、シングルスで2002年全央オープン。 2002年、全米オープンで、それぞれベスト8。翌2003年は、全仏オープンでベスト8。全米オープンは、ベスト4の成績を残し、ダブルスでも2002年全米オープンで、ミカエル・ジューデシテッドと組ベスト4。2003年、全仏オープンでは、ジョルジ・バラージュと組優勝を果たすなどの成績を残し、ITF ジュニアランクも、最高級位をマーク。 早くから国際的に名の知れたトップジュニアとして活躍していた。そのジュニアキャリアと並行する形で2002年にプロ入り、2005年全仏オープンで4大大会にデビュー。予選3試合を勝ち抜いた彼は本戦1回戦で第1シードのロジャー・フェデラーに挑戦し、1から6、4から6、0から6のスコアで敗れた。同年9月から 男子テニス国別対抗戦デビスカップイスラエル代表選手に選ばれた。2007年全豪オープンで2度目の4大大会本戦に出場し、マラトサフィンとの2回戦に進出した。この年の全仏オープンとウィンブルドン選手権は予選で敗退したが、全米オープンは予選勝者として不安もなことの2回戦に勝ち進んだ。 10月のジャパンオープンテニス選手権で準々決勝に進み、リシャールガスケに4から6、1から6で敗れる。この後、セラは11月17日から25日に、慶応義塾大学創立150年記念イベントとして、行われた慶応チャレンジャー国際テニストーナメントに出場し、決勝で鈴木隆を6から7、6から4、6から2で破って優勝した。 2008年9月のチャイナオープンで、セラは ATP ツアーで初めて決勝進出を果たす。この決勝戦では、アンディ・ロディックに4から6、7から6、3から6で敗れ、ツアー初優勝を逃した。2009年全豪オープンで、初の3回戦進出を決め、前年度準優勝者のジョー・ウィルフリード・ツンガに4から6、2から6、6から1、1から6で敗れた。 全仏オープン終了後に世界トップ50入り。ウィンブルドン選手権にて彼はイスラエルの男子選手として1989年のアモス・マンスドルフ以来20年ぶり、史上2人目となる4回戦進出を成し遂げたが、第4シードのノバク・ジョコビッチに2から6、4から6、1から6のストレートで完敗した。7月20日に自己最高の29位となった。 イスラエルの男子テニス選手がシングルスで世界トップ30に入ったのはシュロモグリックスタイン、アモス・マンスドルフ、ハレル・レビに次いで史上4人目となる。2014年アトランタテニス選手権で6年ぶりに ATP ツアーの決勝に進出するもジョン・イズナーに36、46で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。